2007年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会女子第3位表彰式を行います。はじめに表彰状授与を行います。見事第3位に入賞されました修徳高等学校には全国高体連サッカー専門部部長横田より表彰状が授与されます。修徳高等学校の代表者氏名は前にお進みください。賞状サッカー競技女子第3位修徳高等学校平成27年度全国高等学校総合体育大会において当初の成績を収めたのでその栄誉を称えこれを表します。平成27年8月8日平成27年度全国高等学校総合体育大会会長この賞です。会場